カーブしてる場所ありますよね。はい、縫い目のここに中指を置きます。ここにちょっと空間は空けないような感じで、で人差し指を立てる。こちらの握りは今楽天にいる岸投手なんかこういう握りをしてるっていうのをちょっと映像で見て参考にして、こういう握りでやってます。肩口からポーンって飛んでくるイメージ。ーこういう頭の上から行く、もう肩を抜くっていう感じ。ドローンとドローンと。でもちょっと上で行っちゃうともう全部上に飛ん この角度リリースポイントはちょっと前で、前なんですけどこの辺からボールが飛んでくイメージ。イメージね、イメージ大事ね。あとはもう手首はこのままひねったりしないで、ひねったりはしない、ストンと固定でいくんだ、ね、ストンと。もう中指のこの力だけで回転をかけるっていう、それだけです。割とシンプルだね。シンプルです。